マイロン・ショールズは経済学者、ブラック・ショールズ方程式の有名な寄贈者の一人、現在スタンフォード大学教授であり、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院でも教弁を取った。1997年にブラック・ショールズ方程式を理論面から完成させたロバート・マートンと共にノーベル経済学賞を受賞。1997年に ノーベル経済学賞を受賞した2年後の1999年、ショールズとロバート・マートンの2人が経営陣に名を連ねた巨大ヘッジファンドのロングタームキャピタルマネジメントが空前の損失を出して倒産した。経済学者の小島博之は、マートンとショルールズは受賞の対象となった自らの金融工学の理論を実践し、大規模な投機を行った。 しかし、ロシアで起きたデフォルトの煽りを受けて、巨額の損失を出した。金融機関の破綻は、社会的に大きな問題であり、それに、ノーベル賞受賞者が関わっていたというのは、世界中に大きな衝撃を与えた。しかも、自らの金儲けに利用しての失敗であると指摘している。その後、2014年8月にチーフインベストメント、ストラテジストとして、 ジャナス・ヘンダーソン社に入社。同社のアセットアロケーション戦略の商品開発を主導するとともに、運用チームと連携しつつ、定量分析に貢献している。マリル・ハート・マッカーティ、ノーベル賞経済学者に学ぶ現代経済思想、日経 BP 社、2002年、546ページ。ありがとうございます。